本作で声優に初めて挑戦されましたニクコちゃんの娘キクコの声を担当されましたココミさん、お願いいたします。すいません今日は緊張しないようにね、はい、すいません、すっごい緊張します。ちょっとかなり緊張してるんで申し訳ない、はい、すいません。ココちゃんどうぞ。配信を見てくださってる皆様、今日お越しくださった皆様、ありがとうございます。本当に神秘的な美しさと本当に心に触るすごいハートタッチングウォーミングな作品です。ちょっと落ち込んでダウンになってる今、ちょっと見ていただけたら嬉しいです。はい、以上です、はい、ありがとうございます。すいません。こういう場でコメントするのは人生初めてなんで、はい、今みたいな形になりましたけども、はい、本当はもうちょっと力のある子です。そうですね、そうですね、はい、はい、もしかしたらコツとしてはもう少しマイクを近づけていただくといろいろと伝わりやすくなるかもしれません。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。初めてや言うてんのに、はい、すいません、はい、すいません、とにかく。さあ、それではココミさんにもお伺いしたいと思いますが、ご感想いかがですか。いろんなところにフラグみたいなのがあって、それを見つけるのも楽しく、はい、本当に絵も綺麗で、スタジオ 4°C さんの作品本当に好きなんですよ。もともと、はい、すごい好きです。 ありがとうございます。で、君夜当たりもうまいね親の顔が見たいわ何を言うと忘れました。スタジオ 4°C の作品がお好きというお話を、はいはい、今されていらっしゃいました、はい、映画を初めて見た感じ。そうです、はい、すいません、忘れました。家族で見に行ったんですけど、はい、ゼロ号ね、はい、ゼロ号を見に行ったんですけど、本当に隣で妹がいたり、すごいおばあちゃんも母親もすごい見た後にみんな目が充血してるみたいなみんな泣いて、なんか私もちょっと普段泣かないんですけど、映画とか見たりしてちょっと涙を流してしまいましたおばあちゃんに、一番喜んでいただいたのが非常に嬉しかったです。終わってからまだ涙が止まりませんと言っていただいて、まあまあ私たちの思いとは違う思い入れもあるんでしょうけども、おばあちゃんの涙顔を見て私も本当に感動しました。きっとご家族のいらっしゃる方は本当にご家族のことを思い出される。そんな誰が家族の話せえ言うてました、はい、もうそれ終わってるやろ、はい、もう家族いてんの君は。はい、世帯主でございます、はい、すいません、くそー、はい